皆様こんにちは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日も少し声が枯れていてごめんなさい。聞きづらいかもしれないんですけれども、できるだけ大きな声で分かりやすくお伝えできればと思っております。はい、今日はですね、はい、長期音信不通の方向けの動画にさせていただこうと思っています。今ね、ご存知の方も多いかもしれませんが、彗星がね逆行しています。今年2回目の逆行、今月の12日の日曜日までね、それまでにね、例えばね連絡取れたらいいなとか、私もねすごくこう皆様のこういい方向になるように願っています。なので今日は、長期音信不通の人、3ヶ月以上ね、半年ぐらいの人とかもねいらっしゃるかもしれないし、もしかしたらそれ以上の人いらっしゃるかもしれません。そのお相手の方の気持ちをちょっとこう深く見ていくっていうのと、あとそれをタロットで見ていくんですけれども、あとどうなるかっていうのをルノルマンカードから見ていきたいと思います。今日もね、1番2番3番なんですけれども、ちょっとエンジェルアンサーからちょっとねカードをこう引きながら、これでアドバイスももらうようにしようと思いました。はい、じゃあこちら一番左、こちらが1番ですで真ん中が2番、そして一番右が3番です。はい、じゃあこちらからお選びいただけますでしょうか。直感がいいと思います。はい、じゃあ早速1番の方から見ていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ1番の方、こちらルノルマンカードでお二人のね流れになる、要のカードを、まず中心のカードを選んでいこうと思います。はい、じゃあ先ほど選びましたエンジェルアンサーの答えからちょっとまず見ていきたいと思います。何かアドバイスになったらいいなと思っていますイエス、すごいですね。イエスですね、なるほど。じゃあちょっとこの辺りに、はい、じゃあまずお相手の方のね、ちょっとね気持ちをね見ていきましょう。じゃあね、開いていきますね。カップの7、フールのリバース、星、ワンドの10の逆、ワンドのクイーンの逆。連絡がね確かにこれはなかなか難しいですね。あ、でもカップの5のリバース、仕事忙しいのかな、むちゃくちゃ。おー、でも状況で女帝出ましたね。あ、そう、決してこれ悪くはないというか、まずお相手余裕がないのかな。なんかもうとにかく仕事忙殺されてるのかなっていう感じで、いやーこれダイヤルが多いですね、すごく。ちょっとリバースなんだけど、フールでしょ、星で、マジシャンのリバース、女帝で、ここにねワンドのクイーンとワンドのキング、これそれぞれリバースだけれども、なんかお互いベストカップルって思ってたところあると思うんだよな。でお互いに仕事がすごい忙しくて、なんかそれで余裕がなくなってっていう感じが、もしかしたら今回の音信不通の原因なのかな。
なんかね、連絡ができないで出てるんですよね。忙しすぎ。なんかそんな気もする。でもね、星の正位置と女帝の正位置ですからね。どれぐらい音信不通なんだろう。でもね、気持ち、これありますよね。カップの方の逆も出てるからね。こう、あなたに近づいていきたいっていう気持ち。これあるな。ちょっとルノルマンカード、はい、じゃあちょっと開いていきましょう。リング出たね、すごい。さあ、いいえ。ネズミ、コウノトリ、ライダー、カマ、花、クローバー、むっちゃポジティブなカード多いな。はい、お相手の方、見ていただいてるのはね、男性も女性もいらっしゃると思うんですけれども、まずね、はい、中心カード、これね、リング出ましたね。今でも、まあ、私ちょっと今回はね、長期音信不通ということで、まあ、少なくとも3ヶ月は音信不通の方ということで見させていただいているんですけれども、中心がリング、コウノトリ、花、クローバー、なんか非常に、これなんか嬉しいカードですよね。なんかあなたとお相手様、なんか今でもこうつながっている、なんか絆で結ばれてるって出てるんですよね。過去に一緒に住んでたりとか、で結婚考えてたりとか、なんかそういう感じがあって、でもなんかこうね、いわゆるこう別れたことが終わったとか、そういう状態になったのかなと。で今からの流れ見てると、お相手のこれ仕事がもう少しこれ落ち着いたらっていうことだと思うんだけど、今まだ連絡する余裕ないんだけれども、でも星とね、女帝だからね、あなたのこと愛情これしっかりありますよ。で、ね、ここのカードを見てても、ね、男性のカード、リング、花、まあ、クローバーも出ていて、なんかこの嬉しい知らせがね、この嬉しい知らせ、喜び、それがね、ようやくやってくるって出てるんですよね。時期がこれ、いつかな ?25。25。お相手のね、仕事の目処にもよると思うんですけれども、早かったら今月の25日。で、もしくは、まあね、来月の25日ということも考えられるんだけれども、なんかこう次、こうよりがね、戻る、連絡が取れるっていう時は、こう、なんかその先のことまで考えた上での、こう復縁っていう形になりそうなんですよね。で、どっちかって言ったら、まあ男性の方、今見ていただいているのが男性の方であればあなた。で、見ていただいているのが女性であればお相手の男性なんだけれども、なんかこう、健康面、体、ストレス、これ心配ですね。なんかこう、ね、どれだけ仕事が忙しいんだろうっていうふうな形でね、なんか心配になる。で、このお相手、男性の方もなんかこう自分で、なんかこう、すごくこう心配に思っている。このまま進んだらこうダメだな、やばいなって思ってはいるんだけれども、でもやっぱこう、まあ、やるしかない、こう、パワーがね、今ね、非常にマイナスには感じるんですよ。こう、そこまでこう、バリバリ仕事やるぞというよりも、もう疲れ切ってる。もう疲労困憊って感じで、自分でもわかってるんだけど、それでも行かなきゃいけないっていう感じで、頑張ってるような気がする。なので、もう少し時間かかるかもしれないんですよね。そうね。早かったら今月の25。でもね、来月の可能性とかもあるかもしれない。でも、流れから言うと、このね、一旦終わったっていう、この関係からは、もう、嬉しい状況、いい状況。もう、お相手がね、こう、動いて、
動ける、元気になって動けるという状況になった時にはこれね、嬉しい連絡、喜び、やったっていう、で、二人の絆が再度強まるっていう、そういう状況、なりそうですよ。で、なんといってもね、ここのね、アドバイスカード、これ良かったですね。イエスって出ましたからね、もうね、十二分に可能性はあると思います。いやー、これは良かった。だからこう今回の長期音信不通の理由っていうのが、確かに2人の関係は一旦ね終わった、別れたっていうカードは出ている。でそれがね、まあ一緒に住んでいたのか週末同棲だったのかね、こうなんか子供のこととかね、なんかこうそういうふうなことで一旦こう2人の価値観が合わなくて別れた。でも音信不通に今なってる原因は、あのこのね仕事が全く、あのもう忙しすぎてあなたに連絡する余裕が全くないと。でも気持ちはね、何回も言うんですけどね、非常にいいカードがね正位置で出ていますので、でなおかつルノルマンカードね、的中率が高いと言われているルノルマンカードでも、まあ幸せなカードこれがね出ているから、このまま終わる関係とは思いません。可能性はね、あると思いますよ。ね、よかったですね。はい、これが1番の方です。よかったら参考にしてみてくださいね。もう少しだけお相手のお仕事、落ち着くまで待ってあげるのがいいかなと思います。天使様も応援しております。はい、これが1番の方です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。じゃあ2番の方、お待たせしております。2人のね、要になるカードをこちら、ルノルマンカードからね、まず選んでいきたいと思います。はい、じゃあこちらです。じゃあ先ほど選びました2番の方のカード、はい、さあアドバイスか何か、はい、なんかこう周りの人を協力してくれるのかな、何かこう今連絡が取れなくてもなんか周りの人がこうキーっていう感じな気がします。じゃあちょっとねお相手の気持ち、はい、じゃあ深掘りしていきたいと思います。ワンドの4の聖地、吊るされ、カップの6、懐かしがってますね、あなたのことね。皇帝のリバース、カップのエースのリバース、世界の逆、コインのキング、太陽の逆、ラバース、これはなんだ、お相手、これはもしかしたら既婚者なのかな、なんかそんな気がする。ちょっとねルノルマンカードからも見ていきたいと思います。はい、中心になるカードが棺桶カード、はい、ちょっと見てみます。クマ、ムチ、女性のカードが出ましたね、まあ、異性の関係、異性関係ですね。木、ライダー、雲、なるほど、これは、まず気持ちからねお伝えしますと、このお相手様、あなたへの、これ愛情ですね。愛情ありますよ。ワンドの4、吊るされ、カップの6、コインのキング、ラバーズ、あなたのこと懐かしがってるし、あなたに会いたいし、どれだけ居心地が良かったか、居心地がいい関係だったかっていうのを分かってるし、体の相性もとてもよくって、あなたへの深い愛情、今でもしっかり心の中に根付いてると出ている。
ただこのお相手様は何かご事情があって、これだけ愛情があるにもかかわらずあなたと離れなければならなかった事情、そしてあなたと連絡が取れない事情、それがあるように感じられます。で、その理由っていうのが、おそらくお相手の人は既婚者、あなたと結婚ができない、お相手に家族がいる、他の女性がいる、そういうことがあってあなたとの連絡がこんなにね、あなたに会いたいし連絡取りたいと出ているのにもかかわらず、こんなにあなたのことをしっかり深く思っているのにもかかわらず、今長期音信不通っていうのは、このあたりのね、他の、まあ、異性もしくは家庭、それがある原因が、それが原因なのかなっていうふうに考えられるかなと思います。で、実際ここにも他の異性の存在っていうのが出て、なんかこの人に頭が上がらない、もしくはあなたの関係がこの、まあね、これいわゆる奥様っていう存在にバレてしまって、まあそれが原因でもしかしたらあなたと連絡が取れなくなってしまった、棺桶、なんかこうね、いわゆるこう終わってしまった、休息、そういう可能性があるのかなと思います。で、今後の流れを見ていても、これだけ気持ちがあって連絡がね、ないからね、このね、この人のね、存在がね、とってもあの怖いって言えばいいのかな、なんかこう本当頭が上がらなくて怖い、だからこそあなたへの愛情はあるけれども動けない、監視が厳しかったりとか、そういう感じで、そうね、気持ちはあるんですよね、やっぱり連絡したいな、会いたいなって気持ちはね、やっぱね、ところどころね、出てはいるんですよ。それも強い愛情として出ている、あなたに動きたいな、あなたに対して行きたいなっていう気持ちはある。でもそれでもこうどこかにこうやっぱこうそれをストップさせる自分っていうのもいるみたいなんですよね。でね、中心カードがね、棺桶だから、これね、ごめんなさいね。2番の方。これね、ちょっとこのね、まあ、カードって大体ね、まあ、1ヶ月から3ヶ月って言われているんだけれども、このね、1ヶ月から3ヶ月は、まだこれね、動きが厳しいかもしれない。いつぐらいだったらいいかな。でもね、気持ちはね、これね、あって、で、それで動けないっていう感じだからね、あなたのことを拒絶してたりとか、そういうのとは全く違うんですよね。やっぱこう、この人の存在、この人がちょっとまあ怖いというか、めんどくさかったりとか、なんかね、こう、この人が怒ると、こう、家庭の中がね、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって、例えば子供たちにも悪影響が出るとか、ごめんなさい、そういうことがあって、このね、興奮だからね、なんかね、こうちょっとね、どこのカードを見てもね、ネガティブカードがね、ちょっと出ちゃっていて、ただこう気持ちとしてはあるんだけどっていうことは言えるんだけど、これ行動はね、まだね、8ですよね。8。そうだな、8週間。あと8週間はちょっと厳しいかなと思っていただいていいかな。あとはね、まあ8月まで、まあね、ちょっと同じようなことかもしれないんだけど、もしかすると秋以降、8週間以降になると少し動ける状況になるかもしれない。それがね、ちょっとね、今言えることかな。ただこのお相手様、もうあなたのことむちゃくちゃ好きですよ。でもね、こう家庭、ご家庭があったり、お子様がいたりっていうことも考えられるのかなっていう気もします。もう少しだけちょっとね、時期をね、こう待つ、今もね、お辛い状況かもしれないんですけれども、もう少し待つっていうのが今、なんかこうね、私がこう2番のあなたにお伝えできることかなと思います。ね、アドバイスカードね、こう今の間にね、こうね、か、もしかしたらね、婚外恋愛っていうとなかなかお友達とかにも言えないかもしれない。でもそれでも話を聞いてもらったりね、こういろんな人に会うこと、それも
天使様のアドバイスとして、よかったら取り入れていただければと思います。はい、これが2番の方です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。よかったら参考にしてみてください。じゃあ3番の皆様、お待たせしております。はい、じゃあこちらミノルマンカードで2人のね、これからの未来のまず要になるカード、これをね選んでいきたいと思います。はい、じゃあ先ほど選びましたカード、はい、何でしょう、ごめんなさい、何でしょうか。なんか、ね、今さっきの2番の方と少し似てるな。なんか周りの方、いろんな方があなたのことを助けてくれると出ています。なんかたくさんの天使様があなたのことを応援してくれるのかなっていう気もします。じゃあ長期音信不通のお相手の気持ち、はい、見ていきます。なんか連絡したいなって気持ちあるみたいですね。なんかすごく忙しい、あ、仕事むっちゃ忙しいんだ。モテる人なのかな。あ、なんかようやく動けるって出てるけどな。おお、そっか。なるほど。はい。はい、このお相手様、よかったですね。ここにね、非常にワンドの8の正位置、あなたに連絡をしたいというポジティブな気持ち、これがね出ています。でね、このお相手さんはむっちゃ仕事が忙しいみたいなんですよ。もうとにかく飛び回ってます。仕事とにかく頑張ってます。なんかね、会社とかでも役職があって責任感があって、そういうこう仕事をしていますということで、まあむちゃくちゃ頭が切れる人なので、恋愛よりももう超仕事人間っていう、そういうところがねすごくあるような気がします。ただあなたに連絡しなきゃなっていうことを思いながらも、仕事が忙しすぎて、なんせあ、こんなに時間経っちゃったみたいな、なんかそれが本当に5年3ヶ月ぐらい経っちゃったっていう、本当悪気がなかったのかなっていう気はします。でもね、まあここのカードから見てても、こうようやく動けるような状態になってきてるのかなと。で、このお相手なんかこう非常にね、自分に自信がある方、まあ案外かっこいい、まあモテる人だと思いますので、思うんだけれども、こうあなたへの気持ちはね、ああ、なんかこうね、こんなにほったらかすつもりはなかったんですよ。でもこんな、これだけなんか時間が空いてしまったから、もうね、こう僕のこと、私のことをなんか忘れていたらどうしよう、もう愛情がなかったらどうしようっていう不安はあるみたいです。で、それなら連絡してよと思うんだけど、なんかもう本当に仕事人間だから、もうものすごいもう頑張っていたみたいです。じゃあちょっとね、ルノルマンカード見てみましょう。クマか。まあね、責任ある立場なのかなっていう気もしますね。いいえ、むっちゃハードワークですね。キー。そっか、なんか離れるときは、なんかね、理由が、解決策がなかったのかな。ハード出ましたね、キー。お、女性のカード。よいしょ、ちょっと失礼します。なるほど。そうね。どうなんだろう、これあなたが結婚しているのか、まあ、お相手が結婚しているのか、もしくはダブルなのか、なんかね、年齢的にもね、そういう感じするけど、女性のに、あ、家庭の匂いが全くしない人ですね、この人ってね。流れ、ちょっと待ってくださいね。現状クマ、ようやくなんかこう、この方自身の仕事がね、落ち着いてパワーみなぎってきたのかなっていう気がするんですよね。
これ連絡これあるでしょうね。あると思います。で、ただね、連絡があった後もまだこの人のハードワークさっていうのは続くんですよ。なのでこうなかなかね、2人の関係が落ち着くっていうのが、そういう意味ではちょっと難しいところあるかもしれないけど、なんかこれ一旦これ連絡これくれそうな気がします。で、会えると思います。で、その後またちょっとね、寂しい思いとかする可能性あるかもしれないけれども、でも今までみたいな音信不通ではない。もう少しね、頻繁になんか連絡くれたり会えたり、そういう風な状況になりそうですね。で、過去お二人が音信不通になったり別れたりっていう理由が、もうなんかこう、なんかこうしょうがなかったっていうか、もうどうにもこうにも日もさちもいかなかったのかなっていう理由だったような気がするんですね。もう解決策が見出せない、なんかお互いこんなに好きなのに離れないといけないという、そういうご事情、それがね、ちょっと家庭だったのかなという気もするんですけれども、なんとなくダブルっぽい気がするんですよね。でも、良かったですね。この方、ようやくあなたに対して、ね、なんかこう、早く会いたい、連絡したいという気持ちがあって、実際それがね、行動にね、移してくれそうな気がします。なんか二人の関係がようやく穏やかに、なんかこう、ゆっくりとまた進んでいけるような、そういう状況に、ね、なっています。ここね、カード15と出ているので、早ければそうだな、今月の15日、もしくは15日後、2週間ちょっと先、なんかそのあたりにはなんかこれ連絡、なんかくれそうな気がしますよ。またね、再びね、ちょっとね、こうなんでまた会えないのみたいな状況になるかもしれないけれども、この方はおそらく仕事もむちゃくちゃ忙しいし、なおかつ家庭もある。そこであなたとの時間もやっぱね、できるだけ作りたいと思っている。でもなかなかね、ちょっとわずか、ちょっとしか取れなかったりとか、そういうね、ジレンマありそうだけど、でもこのお相手様なりにあなたのことを大切にしてくれるような、そういう気がします。で、アドバイスカード。そうだな。なんかこれね、今さっき私ね、人って思ったんだけれども、なんかこう、あなたを助けてくれる人っていうよりは、私はあなたを助けてくれる天使様が、これだけね、応援してくれてるよっていうことかなぁと感じました。なのでね、不安な時とか辛い時っていうのは、天使様に話しかけてみてください。そうするとね、例えばエンジェルナンバーとかいろんなメッセージを送ってくれる可能性があると思います。ね、連なってる数字とかね、こうね、偶然見た時計がね、1時11分だったとかね、11時11分、いろいろあると思うんですけれども、そういう時はね、天使様があなたのことをしっかり見守ってくれています。そして、大丈夫だよ、お相手はあなたのことを思ってるから心配しないでねっていう、そういうメッセージに受け取っていただいてもいいです。はい、これがね、3番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。